それでは佐々木さんよろしくお願いいたします。ます <laughs> よろしくお願いします。はい、えっ、ー、と改めまして佐々木香織と言います。えー、まずは自己紹介から始めたいと思います。はい、えっ、ー、と大阪平方市に住んでいます。エヴードプレス歴はバエードプレス歴は五年です。だいたい五年になります。 仕事、いろいろやってきまして大体転職が6回ほどありましてその内訳をちょっとお話ししたいんですけれども、えー、とまず営業・販売7年その後パソコンのサポートですねパソコンをお使いの方がトラブルで困った時にかけるあのテクニカルサポートの仕事をしていました。 であとヘルプデスクって言いますのは社内でパソコンをお使いの方が困った時にお電話してくる部署があるんですけれどもそういうところでも働いてました、まあ、営業と販売で7年パソコンサポートヘルプデスクでだいたい7年でその後出産しまして子育てに専念してまして、まあ、ブランクは4年ほどあります。 でブランクを経てまたお仕事再開しましてその後2年ほど勤めて、まあ、大体これで転職6回なんですけれども最初の7年のところで3回ほど仕事変わっていますその次のヘルプデスクサポートのところでも2回変わっているといった感じですで、まあ、その転職6回のうち正社員と契約社員派遣社員アルバイトパート などいろいろ雇用形態を経験してきましてそれらを経て5年前フリーランスのフォトグラファーとウェブデザイナーとして活動することになりました、はいまあ、そう考えますと最初の転職6回の時で約20年経っていますでフリーランスでは5年経ってますのでまあ大学卒業してから25年経ってるということは 私の年が大体わかるんじゃないかなと思いますけれども来年年女になりますで今回あの子育てというテーマをテーマに子育てを入れてますのでちょっと家族構成もご案内したいと思いますえ夫と私とあと息子が小学3年生になります娘が小学あ息子は小学5年生ですねで娘が小学3年生になります で今日この絵は、息子が小学3年生のときに描いてくれた家族の絵になります。似てますかね <laughs> ちょっと私の顔、どうかなと思うんですけど、夫と息子はすごく似てるので、今日来てくれてますので、その辺りにいるんですけれども、よかったら探してみてくださいはい。 でまあ、のいろいろありましたけれども、まあ、先ほど5年前フリーランスのフォトグラファーウェ,ブウェブデザイナーになったということなんですけれども現在は実は子育てしながら3つの副業を掛け持ちしていますでここでちょっと副業についてご説明したいんですけれどもあの上の副業っていうのは本業以外の仕事で収入を得ること、まあ、サブ的なお仕事ですよね。 で下の副業っていうのは複数の仕事を並行してあの行うことっていうことで最近よくパラレルワークって聞かれるかなと思うんですけどもこれに当たります。じゃあその3つの副業ってどんな仕事なのかなと言いますとまず、えー、1つ目が。 これは5年前からやっているフリーランスの仕事で出張撮影やウェブサイトの制作など直接クライアント様からご依頼いただく直受けの仕事をやっていますそして2つ目なんですけれどもこちらはレンタルサーバーを中心にインターネットサービス事業を展開している X サーバー株式会社に時々通勤しています。 で今日はのスポンサーブースの方はあの見に行かれた方いらっしゃるかなと思うんですけどちょっとあの聞きたいんですけど X サーバー使ったことあるよとか使ってるよって方いらっしゃいませんかあ <laughs> いるいる <laughs> ありがとうございます <laughs>、はい、こちらではのメールサポートでアルバイトで働いていますちょうど2年前ぐらいです、ね、から働いています そして3つ目なんですけれどもえ次はワードプレスのテーマでライトニングっていうあの日本人が開発したテーマがあるんですけれどもライトニングっていうテーマとかプラグインを開発販売している株式会社ベクトルで時々リモートワークしていますベクトルがえと愛知県の会社になりますので私大阪なのでズームっていうあのビデオ会議アプリを使って あのリモートでお仕事していますでこちらの方は今年の3月から働いてまして職種としてはコンテンツクリエイターとかウェブマスターといったくくりで働いております。こちらは業務委託とか、まあ、パートってみたいな感じで働いています。はいじゃあ えー、ビクトンのことでも聞きたいんですけどもライトニング結構有名なテーマなんですけどもあの使ったことあるよとか使ってるよって方いらっしゃいませんかあ結構 <laughs> よかったですありがとうございますそしたら、えー、今日は、えー、ちょっとここまでが自己紹介になりましてちょっと長くなりましたけれども次が、えー、本題ですね本題にいきたいと思います はい、本日お伝えすする内容ですえ前半はえ3つの副業どうしてこのような働き方になったのか4つのきっかけと副業のデメリットえメリットデメリットです後半はえどんどんやた優しくなっていく「ワードプレステーマレンタルサーバー」っていう内容になっています、はい、前半の目次としてはこんな感じですね 主ににきっかけのお話になりますで後半は、えーとまあ、ワードプレスのテーマの制作会社ですとか、えー、レンタルサーバーに働いてますのでそういった部分であのどんどん優しくなっているよっていうお話をしたいと思います。 で今日のスライドは後日公開しますので特にメモなど取っていただかなくても大丈夫です。はい、では前半のお話に行きます。 まず最初のきっかけですね4年のブランクの後子どもの入園を機に派遣で働いて後にフリーランスとなったきっかけの話ですはい、この時子どもは上の子が幼稚園の年少で下の子は一時保育ですね預けてまして2歳になってました でまあ、上の子が幼稚園に入園すると、まあ、ちょっと手が空いてくるんですけれども下の子のお世話ですね時々公園に連れて行ったり、まあ、家事と時々スーパーに行くぐらいの日々、まあ、ちょっとルーティンに感じてしまいましてそれがあと1年半も続くと思った時にすごく気が遠くなってしまったんですねで何か働くことで社会とつながりたかったっていう思いがずっとありました。 でそれであの派遣であの時短で、まあ、週23回のお仕事なんですけれどもこれで働いてみたんですけれどもやはりまあ子どもっていうのは小さい頃はよく病気しますよね、えー、まあ子どもの体調不良によりお休みをどうしてもしないといけない時に、えー、この時は派遣で働いてましたので派遣先と派遣元と上の子幼稚園下の子保育園それぞれに連絡が必要でしたそれがすごいストレスでした。 でまあ、あの派遣の仕事で、まあ、あの EC サイトの運営やってましたので一眼レフですね一眼レフのカメラをこの時初めて触りまして商品撮影の経験をさせてもらってでこの時にスタイリングの技術とカメラの基本を学びました。 でその撮った写真を、まあ、自分のブログサービスですねこれは個人でやってたんですけれどもブログの方に投稿しましたところ立て続けにあの撮影の依頼が来たんですね。でそれでまあ派遣の仕事、まあ、お休みの面でも大変だしちょうどあの扱っていた商品が販売終了予定となってたので、まあ、これを機に派遣の仕事はやめてフリーランスのフォトグラファーになるっていうふうに決めました。 はい、さっきまでが一つ目のきっかけで次からがワードプレスを始めたきっかけになります。はい、この時上の子は幼稚園の年長さんで下の子は年少さんになります。 で私はあのまあフリーランスでまあフォトグラファーとして活動することになってやっぱり自分のサイトを持ちたいなと思いましてその時にいろいろ調べたところ最近のウェブサイトの主流はワードプレスで作るっていうのが主流なんだなっていうのを知りましてでとりあえずワードプレスで作ってみようと思いました。 でただ当時のスキルとしては HTM サイトの制作経験はあったんですけれども、まあ、本当にタグを手打ちして簡単に作るようなものでしてあと CSS ですねこちらは基本程度の知識しかありませんでしたまあそんな私でも WordPress は、まあ、素敵なテーマがたくさんありますのでこの時よく分からず海外の無料テーマを使って作ってみましたで作りながらも ワードプレスって個テーマを作ってカスタマイズしたりするんですけれどもそういったことも知らなくてですねあとデータベースって何だろうとかまあテーマが管理画面があの全て英語で表記されてましたのでなんか分かりにくいなみたいな感じでまあそれでも何とか作ってましたでまあ何とかできたんですけれどもその時にワードプレスってすごく面白いなって思ったんですよね。 すいませんでただ、えー、海外のテーマだと日本語フォントをまあ当てはめるとやっぱり行間とか、まあ、フォントサイズの問題であのサイトがかっこよくバランスよくならないんですよね。でそこであの日本人が開発したテーマもないのかなって調べましたら、えー、ここで株式会社ベクトルが開発しているテーマ、えー、ビズベクトルですとかライトニングを知ることになります。 でこちらがライトニングですね。でライトニングは無料版と有料版がありまして有料版の方はライトニングプロというものになります。で、まあ、こういったまあライトニングライトニングプロを使ってまあ制作をしてたんですけれどもそうこうするうちに自分のサイトだけじゃなくってあの私が撮った写真を使ってホームページを作ってほしいという依頼も入ってくるようになりました。 でそこでウェブデザイナーになるっていうふうに決めました自分の中で決めたんですね。でまあそういったウェブワードプレスを使って、まあ、受託制作ですねしてる中で、まあ、自分の中で決めたことを実践したことなんですけれどもあの受けた時点で最初にできるできないことははっきり伝えてました。 例えば、まあ、先ほどちょっと紹介していただきましたけれども私はテーマを制作できるほどの技,量あの技術はないんですけれども、まあ、既存のテーマを使ってあのカスタマイズをして作るんだったらできますよっていう感じであのはっきりと自分のできるところをまあ伝えてましたでただあの調べてみたらあのできるんじゃないかなっていう案件についてはあの積極的に受けてました。 そうすることによってあの対価をいただきながら、まあ、早く経験をあの増やせますまた受けた以上は本当にやるしかないのであの必死にやりきりましたはいこれがまあ2つ目のきっかけですねワードプレスを始めたきっかけのお話ですじゃ次があの3つ目のです、ね、きっかけで、まあ、副業として エックスサーバーバでで働きき始めたきっかけの話です、はい、この時子どもは上の子が小学3年生で下の子は小学1年生ですねどういったきっかけがあったのかといいますと夫が脱サラしました。 であの写真、まあ、釣りしてる姿の写真使ってみたんですけれどもあの夫は、えーとルアーですね、釣りのルアーのデザインとか設計やっていましてちょっとあのニッチな分野のお仕事をしていますで、まあ、いきなりそういう仕事をしたんじゃなくてもちろんサラリーマン時代でも同じ仕事をしてましたので、まあ、それを独立といった形になりますねまあそれだったらいいのかなと思って私もまあ応援しますよって感じで。 特にあの反対はしなかった,んですけれどもただやっぱりあの夫婦ともフリーランスってすごく不安でした子どももいますしま住宅ローンまだまだあるしなとか思うとどうかな大丈夫かなって思ってたんですけれどもただちょっと考え方を変えてみたらまあ夫が家で仕事をしてくれるっていうことはまああの下の子1年生でしたので。 まあ小学生のお子さんいらっしゃる方ならわかるかなと思うんですけど小1の壁ってありますよねやっぱりあの幼稚園とか保育園の時はあの延長保育で手厚くあの保育してもらってたけれども小学校に上がった途端にあの亡くなりますよねまあ学童っていうのはありますけれども私の場合はそれは選択しませんでした。 でまあ、ただまあ承知の壁がなくなったってことは私がじゃあ逆に外に働いてもいいんじゃないかなってこの時思いましたでそこで仕事何かないかなって探し始めたわけなんですけれどもでここで X サーバーのメールサポートの仕事に応募することになりますで応募した決め手なんですけれども、えー、ちょうど募集要項に ウェブデザインや開発などフリーランスで活躍され副業を検討している方って書いてましてえこれって私のことやんみたいに思ったんですねまさに自分に当てはめる内容だったんですけれども、まあ後から考えたら X サーバーの人事の方ってペルソナの設定がすごいなってう,、ま、うまいんだなと思いましたちょうど私のような人を探してる人確かにいるんですよねと思ったんですよね あとは、まあ、日々感じていたこととしまして、まあ、ワードプレスでサイトを運用するならやっぱりある程度サーバーの知識で必要だなって思ってたんですねそれでちょうどいいと思って、えー、仕事募集をし、まえー、受けましたでまあなんとか、えー、働けることになったんですけれどもメールサポートの仕事内容としましてはお客様から寄せられるお問い合わせや ご要望に対し私の場合ですな私の場合なんですけれども週3回、まあ、平日だった4時間ですねたまに時々土曜か日曜も出勤することもあります、まあ、通勤時間は片道約1時間ですねはいであの X サーバーで働いてよかったなと思うことは まずはやっぱりサポート業務を通じて新しい情報がどんどん入ってきますトレ,ンドにれトレンドに触れる機会も増えますつまり技術と知識が自然と身につくんですねあとまあサーバーのドメイン関連の、ね、身についたこととしましては、えー、例えば HT アクセスですねウェブサーバーの挙動を決定する設定ファイルなんですけれども この設定をするのは最初よく分からなくて怖かったんですけれどもこれもあの特に問題なく設定できるようになりましたあとまあフイーズ情報ですねドメインのフイーズ情報ですね所有者の情報とかえとあと期限日とかいろいろ入ってる情報ですねこれってすごく大事なんだなっていうのも知りましたあとは DNS 設定ですね 例えば、まあ、最初はホームページ1つ作るだけでよかったんだけども例えばあの、サブドメインを設定して、えーサーバーえー、ホームページはレンタルサーバーのほうで運用してサブドメインでは、えー、他社のネットショップサービスを使って別で運用するっていうケースとかもありますのでそういったときに DNS の設定をするのもあの特に問題なくできるようになりましたあと、ドメイン移管ですね。 結構ややこしいと思うんですよ、ドメインを、あの他社の管理のしてるところから別のところに移すっていうのは結構手続きが複雑なんですけれども、そういった手順にも詳しくなりました。で、あとはまあワードプレス関連ですね、やっぱワードプレスを使って運用されてる方が本当に多いです。 ですから、まあ、ワードプレスユーザーのお悩みやあのお困りごとのお困りごとですね対応を数えてれないほど経験してきていますでそういったお問い合わせ内容から今まで知らなかったプラグインですとかテーマの存在を知ることもなくて、まあ、気になったものに関しては帰りの電車で、まあ、ちょっと調べて実際使ってみたりとかっていうふうに、まあ、知識をやすこともできます その他ですね、まあ、メールサポートっていう仕事ですので文章の構成や言葉選びのスキルがすごく上がったなと感じますこれはまあ直受けのお客様にメールを送るときにもあの今まで結構時間かかってたのが結構早くなったなと感じますあとはまあフリーランスではなくて雇用、まあ、されてるっていうことでその安心感はすごくあります会社って人を雇ってすごいなっていつも思います であとはまあ通勤ですね結構楽しいですねあの X サーバーの会社が、えー、JR 大阪近くの、えー、とグランフロント大阪ですね商業施設の中にありますのであの行き帰り結構楽しいんですよねついつい買い物したりとかして、まあ、いい気分転換になっています、まあ、そうやってまあ週に3回外に出,出ることによってすごくあの刺激も受けますし生活にメリハリができました はいというわけで、まあ、本業は、えーとまあ、直受けの仕事なんだったんですけれどもメールサポートは、まあ、あくまで副業という自分の中では分け方で働いていましたけれどもここでまた新たなきっかけがありましたでこれが4番ですね副業から副業へ株式会社ベクトルへ働き始めたきっかけのお話です はい、この時子どもは上の子が小学5年生下の子は小学3年生になってますでまあ今日ねワードキャンプ開催されてますけれどもワードキャンプに初めて参加したのはワードキャンプ京都2017ですねこの時株式会社ベクトルの開発者である代表である石川さんのセッションを聞きに行きました。 でただまあ初めて一人で行くのは不安でしたので夫についてきてもらいました。でその後はワードキャンプ大阪2018ですねこちらはあの X サーバーのスポンサーブースのお手伝いをして参加しましてでちょうど今日も懇親会、ね、夜にありますけれども懇親会でそのベクトルの代表の石川さんともお話し少しできたんですね。 でそうこうするうちにその石川さんのツイッターフォローしてたんですけれどもリモートワークの採用応募をここで知るんですねあじゃあやってみたいなと思って即応募しまして、まあ、X サーバーも直受けの仕事もあるけどまあなんとかなるかなと思って応募したんですけれども、まあ、とりあえず採用してもらいました ベクトルではコンテンツクリエイターウェブマスターの仕事をしていまして内容としてはスタッフブログですねあの便利なプラグインの紹介ですとかワードプレスのまあ最新の情報をお知らせしたりとかやっていますあとはまあベクトルが開発しているテーマプラグインの機能が追加された時のお知らせの記事を投稿したりそれを SNS を使ってまあ発信したりとかいうのもやっています。 あとは、ライトニングプロですね、有料版のライトニングプロで使えるまあ販売用のコンテンツデータですね、例えばえと法律事務所向けのものですね、もうテキストとか写真とかすべて入っていて、そのコンテンツデータを読み込むことで、サイトが簡単にできるような仕組みのものを作ってるんですけれども、そのコンテンツデータの作成も担当しています。 あとはまあライトニングの公式サイトの改善などもやっています。で結構あのお問い合わせメールですとかフォーラムでお問い合わせいただくことが多いんですけれども、まあ、それの返信も本当に時々ですけどやっています。あとはあイベントの前にはチラシを作成したりっていうのもやっています。 でベクトルの場合はまあ大体1日2時間から7時間リモートワークなんですけれども月平均にすると50時間働いている感じになりますでそのベクトルで働いてよかったことなんですけれども、まあ、やっぱりあの開発状況が新,あの新しい情報がすぐ自動的に手に入ってきますあとはまあいろんな業務の経験をさせてもらっています 他にはまあ業務で使っている便利なまあ他のツールですとかサービスなどもあの使わせてもらってあの実際に知れますね。はい他にはえと、まあ、やっぱりテーマの開発とかってすごく大変なんだなと思うんですけどもバグの修正ですとかいろんな機能の追加とか 広報の問題ですよね今まで使ってたライトニングがガラッと変わっちゃいますとやっぱりユーザーさん困りますのでその辺の気配りとか石川さんすごくてで,ですね、まあ、すごく努力されてる、まあ、苦悩もされてるのを本当んに間近に感じるんですけれども、まあ、そういったところを見てるとよりテーマやプラグインの,あのファンになりました。でまあ、私ワードプレス ね、あのライトニングを使って受託制作とかもやってますのでえそれで、まあ、今までお世話になってきたテーマに少しでも貢献できてるなって感じるので本当に働いてよかったと思っています。はい、で次は、まあえー、XAVA ーーとベクトルどちらの仕事にも共通する良さって何だろうって考えたんですけれども。 まずはやっぱり好きなワードプレスにどっぷり関われることですね他はまあワンティームっていうことであの今年ラグビーワールドカップすごく盛り上がりましたけれどもあんな感じで本当にチームでなんか一丸となってやるっていうのはすごく楽しいなと感じますあとはまあフリーランスの場合一、まあ、人でやってると何でも自分で決めて何でもあの 自分で抱えないといけないんですけれどもやっぱり困った時に誰かに相談できるっていう安心感ですねアドバイス困った時にアドバイスがもらえる安心感ってすごくあります、はい、じゃあ次は5番で副業のメリットデメリットですねこれをちょっとお話ししたいと思います。 じゃまずメリットなんですけれどもやっぱりあのウェブの世界って本当にあの早くって変化が最新の情報を仕入れたと思ったらまたちょっとするとそれが古くなったりしますのであの知識の旬ととしててはすごく短いいなと感じていますだからまあ常にああの新しい情報を仕入れてあの常にあのアップデートさせることが自分自身必要だなと思っているんですけれども。 まあそれは一人でフリーランスでやってる頃って全部情報を自分で取りに行かなきゃいけない探さなきゃいけないっていう面がありましてすごく大変だったんですけれどもまあそれがまあ X サーバーやベクトルで働くことによって自動的に入ってくる部分が多くなりましたのでやっぱりあの情報量も入ってくるスピードも全然違います。でまた一つまあ得た知識をですね えとそれぞれの仕事で、まあ、ぐるぐる回すような感じであの非常にその知識の向上が早くなるっていうんですかね、まあ、ちょっとこういう絵を描いたんですけども、まあ、これを料理に例えると、まあ、例えば何かレシピを見つけたとしてあこんな感じで作るんだっていうのをまあ理解する頭で理解しますじゃあ実際に料理をしてみてあこんな感じで作れるんだって、まあ、体で分かる。 っていう感じですねでもあのまたしばらくするとその料理を作った時に「あれあの大さじ何杯だったっけ?」みたいな感じであの身にはついいてないんですよねでもう一回同じレシピを見て「あこういうことか」って思ってそれでだんだんとあの慣れてくるともう大さじ何杯だったとかも考えずに料理が作れる、まあ、それが応用する他のいろんな味付けにも挑戦できるっていうことで。 まあ、こんな感じで、まあ、仕事間でぐるぐる知識を回しているような感じですね。他にもメリットはあります。やっぱりフリーランスよりも、あの、収入が安定しました。あとは、まあ、あの、一つの仕事に頼らないということで、今の時代。なんかすごく先行きが見えない。 というかちょっと不安な部分がありまして、まあ、この先日本どうなるのかなみたいなところもあるんですけれども、まあ、そういった時にも一つの仕事だとその仕事がもしなくなった時どうなるんだとかそういう時にまあ備えられるのかなと思います。あとはまあ子どもの成長ですね本当に1年単位で変わってきます。 で今は2人とも小学生ですけれどもこれ上の子が中学生になって下の子が小学生になったらまたちょっと生活のリズムって変わってくると思うんですけれどもそういう時にも、まあ、子どもの成長に合わせて柔軟に働き方を選べるんじゃないかなと思います。あとはまあそうですねあの、まあ、今までいろんな仕事をしてきまして。 まあ、アルバイトの立場もよく分かりますし、まあ、リモートワークのちょっと大変なところも分かるので、まあ、いろんな立場の方の気持ちが分かるっていうのは大きいなと思ってまして、まあ、多様でフラットな思考になるということで、まあ、会社にどっぷり入っていない分ちょっと俯瞰してちょっと上から見る感じで会社やサービスのことをちょっと考えることもできるかなと思っています。 ただもちろんデメリットはありましてやっぱり3つの副業をやってますとどうしても調整が効かなくってたまにスケジュールが詰まってしまって追い詰められることがありますあとまあ先ほど申し上げましたけどもどっぷり使ってない分やっぱり深くはまあ関わりにくいっていう辛さがありましてですねでもまあどう そ,うですね、それぞれの仕事に対してはあの等しく情熱は注いでるつもりですあとはそうですね正社員の仕事一本の方がやっぱり楽なのかなっていうのはありますねであの今のところ、まあ、3つの副業を、まあ、継続できているのは何かなって考えた時には、えー、まずは、えー 家族の協力が絶対必要です特に夫の協力ですねこれがないと本当に成り立ちませんでうちの夫はあの家事全般できましてカレーの写真なんですけれどもあのルーは使わずにスパイスを組み合わせて作ったりとか非常に料理も楽しくやってもらってる感じですね助かってますすいませんえっ、ー 他にもそうですね X サーバーはあの残業がほとんどないですすごくホワイトな会社ですあとベクトルはまあ課題、えー、稼働時間ですね稼働日数とか稼働時間が決まってませんので私の場合からまあ今のところ調整ができていますあとは直受けの仕事はまあ納期に余裕を持って依頼していただくようにいつもお願いしていますそういった協力があってまあなんとかやっていけてるのかなと思います はい、じゃあの前半のまとめなんですけれども、えー、子どもの成長や家族の生活環境の変化に合わせて柔軟に働きたい人に副業はおすすめしますということであとまあいろいろなきっかけをお話ししましたけれどもきっかけを生かして流れに乗ってみるっていうのはすごくいいなって私は思います。 乗っかることで本当に何か動き出す感じが好きなんですけれども、あとはまあ動き出してから考えたらいい部分もあるんじゃないかなってまあ、そうすることによって意外と新しい道が開けたりしますので、そしてまあ意外となんとかなるんですよね。まあ、それでずっと今までやってきましたので、これは本当にお勧めします。まあ、とは言ってもなかなか慎重な方は難しいかもしれないですけれども。 まあよかったら何かきっかけがあればちょっと動くっていうのはあのおすすめしますのでぜひやってみてくださいはいありがとうございますじゃあ次は後半のお話ですねどんどん優しくなっているワ、えードプレステーマレンタルサーバーのお話です目次はこんな感じですね でどんどん優しくなっているということで優しいっていう意味は、まあ、この漢字2つの「優しい」ですね思いやりがある方ですね左が「思いやる」があって優しいっていう意味ですね右の方は簡単で分かりやすいっていう意味ですねこのどっちも最近すごく感じていますまずワードプレスなんですけれどもあの今までと違って編集画面が あのガラッと変わりまして直感的に操作できるブロックエディターっていうものが登場しています。でブロックエディターもワードプレスの5.3から特にカラムブロックがすごく使いやすくなりまして、まあ、その辺りの,あのご紹介をベクトルのスタッフブログの方で書いてますのでこちらまたあのスライド公開した後よかったら見てみてください。 であと今日ですねあのブロックエディターに関するセッション他にもあのたくさんありまして例えばこのあとセミナー室の、えー、201の長谷川さんですかね3時から、えー、コーポレートサイトでブロックエディターフル活用とかですねあと、えー、4時からの土井さんですねセミナー室202ではブロックエディターで誰でも簡単に運用しやすいサイトを作ろうっていうタイトルで この後ありますので、ブロックエディター、興味のある方はそちらの方が詳しくお話ししているかと思いますので、よかったら行ってみてください,、はい。他にもワードプレスですね、サイトの健康状態を診断できるサイトヘルスっていうのもあります。これはあの サイトのセキュリティとかパフォーマンスの状態をチェックしてくれるんですけれども例えばプラグインが古いままだからあの更新した方がいいですよとか PHP の更新できてませんよとかっていうふうに画面を見ただけで教えてくれるんですね。でそういっったものを使ってあのワードプととかかラグインとか テーマとかですね。あの最新状態を保っていけるようになっていますので、これもお勧めします。これもベクトンのブログの方で書いています。で、もう一つワードプレスですね。いざという時に助かるリカバリーモードということで、まあ、ワードプレス使ったことある方ならまわ、あ、かるかなと思うんですけど、ある日突然画面が真っ白になってびっくりするってこと。私も経験があるんですけれども。 あとは画面の上の方に突然英語のエラーが何か表示されているとかですねそういったトラブルってまあワードプレス使ってると時々ありますでそういった時にですねあの今までどうしたらいいのか分からない方が多かったんですけれどもあの何が原因なのかとかこういうところをチェックしてみてくださいっていうのを管理者のメールアドレスの方にメール送信してくれるようになってますのでそのメールを見てちょっとアドバイスを受けて 受けるっってて感じになってますのでこれもブログの方で詳しく書いてますのでよかったら見てみてください。で次にテーマなんですけれども、えー、ベクトルのテーマですねライトニングライトニングプロはもちろんワードプレスのブロックエディターに対応していますでまあ標準のブロックエディター以外にもベクトルが開発しているのが VK ブロックス V. K. ブロックスプロですね。これを使えば、さらに便利なブロックを追加できるようになっています。で、これについては、その専用ページ。あのリンク貼ってますので、また後で見てください。はい、で、最後にレンタルサーバーなんですけれども。X. サーバーのワードプレス簡単移行っていう機能が、まあ、もうずいぶん前からあるんですけれども。 例えば、他社サーバーから X サーバーに移行するときに、結構ワードプレスってあのサーバーを移転するの大変ですよね。データベースのバックアップ取ったり、データのバックアップ取ったりして、手順をちゃんと踏まないとうまくいかなかったりするんですけれども、そういったものを気にしなくても、このワードプレス簡単移行の機能を使えば簡単に移行ができるようになっています。もちろんあの 他社からではなくて例えば10日間のお試し期間の間に X サーバーから無料でまあもらえる初期ドメインというのがありますのでそちらにワードプレスを試しに入れてみてまあ本契約の後に独自ドメインを取得してそっちに移行したいという時にも使えますのでこちらもまたよかったらチェックしてみてくださいはいえつまりワードプレステーマえーと ワードプレスととテーマとレンタルサーバーですね。こういったものがどんどん優しくなっているということでまあオリジナルテーマを一から作らなくてもゴリゴリとコードが書けなくてもワードプレスでサイトはあの簡単に作れるようになってますしどんどんハードルは下がってきてるなと感じています。でまあさっき説明したサーバーの移転もしやすくなっていますのであの本当に今からでも。 まあ今だからこそワードプレスはお仕事に活用できると思っています。まあ、だけどまあ便利な機能はたくさん増えましたけれどもやっぱり基本って大事だなと思うのはまあワードプレスは PHP というプログラムで動いているとかまあそうするとバージョンアップは必要になりますよね、まあ、あとはワードプレステーマ、えー、プラグインともにアップデートがやっぱり必要ですアアッッッププデートの前にはバックアップが必要です。 ワードプレスは MySQL データベースを使用してますので、バックアップの際にはデータだけじゃなくて、データベースのバックアップも必要なんだよとかです、ね、時,どまあ、時には FTP 接続して、ちょっとデータフォルダを削除したり、移動したりとか、データベースにログインしたりってこともありますので、まあ、そういった基本的な部分は押さえてほしいなと思います、はいで。後半のまとめです。 えーまあ、ワードプレステーマレンタルサーバーはますます優しく便利になっています、まあ、だから今からでもワードプレスをお仕事に活用してくださいでも基本は大事だよっていうお話ですね、はい、というわけで、まあ、何かを始める時のきっかけとして流れに乗るツールとして、えー、ワードプレス今のワードプレスは本当にお勧めします はい、じゃあ最後ですけれども、まあ、初めては、まあ、ワードプレスを触った時に私があの時面白いなって思わなかったらとかワードキャンプに行かなかったらとか考えると私今ここに立っていないと思います。つまり、あの、 こちらですね、過去の思考過去に考えたこととか行動したことによって今いる場所今していることが決まるって本当に思いますこれは実感しています皆さんも、まあ、今思っていることとか何かこれからしたことがそれが未来につながるんだよっていうことをちょっと考えてもらえたらいいかなと思いますはいじゃあお話は以上となりますありがとうございました はい、佐々木さんありがとうございました。